一宮ジャンクションとやべ、砺波ジャンクションと結ぶ、延長 184.8km の東海北陸道には、トンネルが54本存在しますが、この中で最長かつ日本の道路トンネルの中でも第3位の長さを誇る飛騨トンネルを走ってみたよ。合掌造りで有名な白川郷のすぐ近くに位置しています。
山の中のパーキングエリアがここまで寂しいとは思いもしなかったよ。